さあチキンライス、チキンライス作るよ、もりもり。すごいな、持ってきたよ、これあれを持ってきな。あ、持っていこうか。 まずどれするの。どれでも、はい、まずでーん、ハンバーグ。でかいなおい、でかいなおい。はい、次でーん、全部。うわ、乗るか。あれ、ごめん、箸箸、はい、はい、ちょっと待って、うわー、すごいなこれ、うまそう。え、これハッピーハロウィーン。ということで皆さん、こんにちは、スマイルモンキーズ編集者アールです。ハロウィーンです。はい、ということでね、今回は、ハッピーハロウィンということで、まあ、なんか作りました。大人様ランチですかね。大人様ランチ、はい、はい、ということでね、まあ、ハロウィンということで、まあ、仮装すんのかなと思ったけど、その仮装してんの、天の声だっけ。仮装、仮装やね。まあ、仮装です。仮装だ。いや、仮装です。まあ、ということで、まあ、今回なんか、ハロウィンの話をしながら、食べていきたいと思います。はい。まあ、まあ、まあ、なんとかなります。はい、ということで、はい、お手手を合わせて、いただきます。いただきます。どうやって食べる？めちゃくちゃうまそうやね。取っていこうか。ああ、すいませんな。すいませんな。何かあったんですか。飲めるんか、まず。まず飲めるか。あ、おかず、はい。あ、いただきます。はい、お願いします。え、みんなが取った後、残り全部渡したい。あの、非常に、あの、嬉しいのは、嬉しいのはありますね。いや、でも美味しそうやな、これ。めちゃくちゃうまそうな。なんだろうね。はい。あ、いただきます。はい、はい、はい。なんか違うんだよ。美味しそう。腹でも近くて、ちょっと。もう、こっち行ってください。自分でおかずは。すごいね。お子様ランチ。違うでしょ。お子様ランチ。うん、うん、美味しい。あ、もちろん。しゃ、あざす。はい。よいしょ。じゃあ、いただきます。どうぞ。はい。どこか。うん。うん、チキンライス。僕一個気になるんですよ。うん、ハロウィンで、うん、なんかこれ作ろうか。いや、なんか、はじめハロウィンっぽいあのご飯作ろうと思ったんですけどね。うん。何も思い浮かばなかった。まあ、あの、同じく。で、デカ盛りいつもやってるから、でそれなら私、あの前からちょっとやりたかった、うん、奥の。はいはいはい、やってみたいなっていうことで今回させていただきます。なるほど。うん。うまい。うん。うん。あ、うまい。おいしい。やかましいな。
そこはもう、分かるようにこう、うん、まの、あ、もうほろほろなってるから、うん、もう歯ごたえゼロ。ああ、持って食べなんで。じゃあ香りに洗っていきます。うん、美味しいね、これ。もう腹いっぱい。え、ハンバーグなら何一つ。あ、じゃあ、あの、食器で、はい、今日、動いてないからさ。いただいてないよね。うん。ありがとうございます。遊んでるぞ、私。あ、すみませんな。はい、うん、うん、おいしいわ。おいしい。バーグ。いや、まだ食ってない。わ。自分だってまくせ。見た目おいしいとか。ああ、なるほど。うん、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 感想ゆえ、うん、いや、お肉詰まったる。ハンバーグ。もう入った。え、朝食やね。うん、おいしい。うん、これ完食やからね。お残しはダメ。なるほど。うん、でもハロウィンって何って。かぼちゃちゃん。ピザとかちゃんと。うん、うん、ハロウィンパーティーしようぜ言うて、かぼちゃ料理食べへん。一年ちょっとな。は。それクリスマスや。あ。もう無難にピザとかじゃん。うん。好きなもん食べる。うん。何？あげないよ。うん、なんやん。これ言うといてくれたらもうちょっと難しいけど。え、なんか食べてたんすか。いや、ヘルシーって言ってへん。なんだ、十分時間はですね。いや、うん、動く程度の昼ご飯を事前に買っていってて、うん、遊んでただけだった。でもそれを買ったやつだから、不安にしないと、これ気になる、うん、あ、なるほど、余ってる。はいはい、エネルギーが余ってるもん。あ、ちょっと甘くいただいてよろしいですか。どうぞ。あ、これで、チャプチャプして。うん、柔らか。ハンバーグ柔らかいね。は？ちょっと気になるね。大丈夫。ちょっとなんか切れかけられてる。ネタやん、ネタ。ネタでも楽しいネタならいいけどね。あー、今もう腕で触った、これ。あ、マジで。うん、まあ、芝生やと思う。なんかちょいちょい切れられる。まあ、そういうとこは厳しいけどな。うん、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 結構いいし、これ。7とかと違うでしょ。今、これ振ろうとしてみた。ん？あ、かけとってた。うん、すんごい柔らかい。うん、うん、うん、まあ、あとはデザートだけかな。あ、あとで。あ、あるんだ。デザートありますよ。はい、私一応持ってもらっていいですか。いや、デザートの中に残ってたんだ。あ、えぇ、ー、やばー。
よいよい。ちょ、てんちゃん。ごめんなさい。天の声かい。せやろ。ちょっとイライラ。多いやろ。もう普通に天の声、悪魔の声になります。ちょっと百均やからね。うん、まあちょっと安いから、ちょっとな悲しい、すごい忙しかった。これ、うん、まあ、うん、ちょっとある後でいいかな。お箸あ、からでいいかな。だからもう取り、取り箸あ、わかりました。お水から入る。あ、こんな風に実写。あ、ほらね、ほらね。もう一回まだパターン。違うの。あ、そうね。そうします。じゃあこれご飯。ご飯。これ違うの持ってくる言うたんちゃう。ああ、そうでしたね。えって危ない危ない、ボケてる。どれにしようかな。だいぶ疲れてるね。自分ってあるのって思ってるだけでもない。いや、どうしたの。ちっちゃいな、えらい。えらい、ちっちゃいの言うてるやん。他入れるか。怖いわ。じゃあ、ブロッコリー。ブロッコリーホロホロやからね、みんな。これは芯あれやろ、うん、あれ、芯あ、芯はね、芯、うん、はね、芯はね、あ、うん、協力ですね。ちっちゃいスプーン持ってきたね、また、はい、いや、これしかなすいません、はい、私の家です、すいません、はい。なかなか暴力的だね。うん、うん、あ、優しい、優しい、優しい、あ、優しい、取り分けてくれていることに感謝しないとね。ご飯入れないと。あ、ご飯入れてくれ、入れてくださる。入りますそれで。よし、ご飯入れたいからちょっとだけ。戻すのこれもう。もう床に落ちたと一緒やで。なんで。それぐらい汚くて。なんで。何やこの。じゃあ真ん中で取りたい。ああ、真ん中。積み上げれる。あ、ちょっとご飯これいけんで。あ、これいける。ブロッコリーいただいてよろしいでしょうか。ブロッコリー。ああ、聞いといた。参考程度に聞いといた。マジで。やっぱな、成長期だな、うん、成長期も過ぎてんじゃんかな。ちょっと待って。ちょっと待って、形がもうブロッコリーだったもんやねんけど。重た。マヨネーズこれで取っちゃって。あかん。これでこれで。ちっちゃい。こんなのちゃって。いい感じ。いい感じ。そうね。食べれそうやね。ちょっとめっちゃ柔らかいねこれ。これ。お参り。お参り。誰が美味しい口してんの。ブロッコリーどこで柔らかなんの。圧力まで使わないのが良かった。全然喋らへん。食べ出したよな。
うん、まあ普段から食べらん、うん、いやいやいやこれしか出てない美味しいですよねで、こういうのもうまいしか言わないどうなされたんですか。これ時間制限ないやん。多分。触れる時間制限。ちょっと、ちょっと無理して。多分あと1時間ぐらいで2時間。一旦お風呂入って、ちょっと無理して。明日の朝。うんうん、頑張ってくれる。うんうん、あれよ。うん、あるよ。いや、冷蔵庫の俺のタルタルがまだあると思う。あ、冷蔵庫でございます。俺のタルタルあれ、だって私物やもん。どんどん喋っていこう。どうした？上場やな。上場？たんまり上場やな。本当に？胃袋がもうご機嫌でもおしゃないですよ。今日とかちゃんと今や。ほぼほぼ毎日ほぼほぼ毎日何もうちょっとここで唐揚げがちょっと座りやって今、うん、何ですか言い訳して答えへんっていうなびっくりした今の日本の政治みたいですね。そやな、うん、こんだけ突っ込んでるのにまだ答えへんっていう。どうなったの。うまいっすね。答えになってマジ日本の政治キャッチボールできへん。ほぼほぼ毎日何やってんの。すごいお話すんだよ。食べることばっかり。つか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 。くっちゃくっちゃね。お腹の調子がいい元気っていう話だったよ。今でもほぼほぼ毎日って言うんだけど。何がで突っ込んでるの。全然話つながらない。ご調子はない。うん。まだね。うん、まだね。今のことね。一回だけしばかして。すでに言ってません。いやいや、すでに言ってるのはしばくぞ。ああ。うん。切実にお願いしてる。一回しばかして。今日、命日か。やめとけ。思いっきり振りかぶってきそうすまん。うん。あれ。みんな。どうした？え、美味しいな。ねある。うん。まだまだあるから。ちょっと押されていいですか？逃げる。あ？一人一杯まで。お水いただいてさ、いや飲み物一人一杯も。マジで？これ前やん。この一杯。マジで？そう俺の私物や。水。水。
うまい。最近みんな何百円です。流行りですか。あー、そうですね。流行りですか。これは携帯ゲームですね。マイブームではあったな。あ、世間の流行りはどうかでわかんないですけど、マイブームではあった。ゲーム、何のゲーム、何のゲーム、馬娘、何待って、馬娘、今みたいな感じ、ん馬面なんかな。馬面とは言われたことないね。なんかイノシシみたいと言われたことあるけど、そうなんかな。暇さえあったらしてますよ。強いのは確かにあるんですけど、うん、そんなまだ初めてまだ1年も経ってないんで、おいまだそこそこ。おいある。手を止めるんじゃないの。1年もやってんの。もう時期中なのかな。もう上級者。それがまた強いやつは強いんですよ。てか何するんですか。あの競馬みたいな感じの。ストップえ、こんだけやで。じゃあそっか、分かる。あ、終わった。それ面白い。これも大事ですね。キャラクターが走らせる。そうそうそう。なんで競馬の馬をなんか擬人化してその女の子になってる。やらしいな。やらしい目では見てます。だって女の子が馬やんだろ。でムチで芝くんやろ。SM やん。違う。やらしいねこれ。違う。卑猥やん。いや別にあのドーンにバキュンじゃなくて。卑猥やん。いや、あの、その、まあ、馬の名前を、そのついた女の子が、だから女の子やろ、走っていくっていう。で、女の子、ムチで叩くんやろ。そんなゲーだから。どこで興奮したの。そんなゲームしてんの。いや、ほんま、もう健全なゲームですから。それがほんまに。毎日のように。走らせて、女の子。うわー、ムチで叩いて、いいねんよ。でもムチで叩いて、餌やって、餌やりはとかはないですね。餌も与えへんの。そういうのムチでしばくん。うわー、やったひどい。あるくんちょっとどない写真見せないだろう。まあ結構食うてんの。私も結構食うてんの。なんか無事しようか。あかんねん。唐揚げ持ってんすか。唐揚げどうぞ。山本これよ。山本さん、唐揚げやがんしよ。なんで怒られた。入れようかなとしたの。あ、これいや、美味しいですね。本当美味しいですね。あるハンバーグは、いや、美味しいですね。さっきの俺のトークになって、ちっちゃ離乳食、離乳食転がっていった。味がね、本当に美味しいんですけど、うん、うまかったなってるんでしょうね。うん、デザートもあるよ。いや、え、入れよう。いや、そこ入れよう。いや、今入れてる。大丈夫だ。お前、代わりに食うかも。ね、R を何流行ってんの。YouTube とか見ても、なんか政治のやつしか出てこないんですよ、うん、なんか、あれ、なんか、日本国民の、うん、なん
留学生、海外の、うん、海外の留学生とかにめちゃくちゃお金をあげてる問題についてとかがめっちゃあるんですよ、来るんですよ、おすすめなしとかね、うん、だからもう流行りって言ってもなんか政治ぐらいしかないなーって。あーすごいね、うん、特に自分的にっていう流行りは今んとこない。何してんのか、うん、え政治の動画見てます。どんな娘ってどれだっけ。ごめんなさい、インテリそう、おすすめに出てくるだろう。あ、これを見なさいって言われてる。確かに YouTube 開いたら結構トップぐらいに出てきますやん。無理しやんでー無理しやんでー。それを僕を無視してちょっとアニメの動画みたいに見てなるものかな。ランボーさんはあれ死んでるん？ちょっとマンボウさんの流行りよ。僕？うん。トリック。え？うん？トリック。あ。え？現実逃避。現実逃避。ああ。嘘。嘘。あ。ああ。うん？記録？一秒ちゃう。なんやろうね。うん。うん。ドラマ見たり。はい。何の？今一番見てんのはロードブザリー。ああ。ドラマでか。最近。うん。あんな大好き。その前は、何でも問題じゃないの？ゲームオブスローンという話。ああ、はいはいはい、あったね。うん。アイナ大好き。それはゲームかな。ゲームね。みんなやっぱゲームするんやん。うん、現実逃避。で、アール君の。あと今日はどんなゲームしてるの？これはちょっとね、人には言えへん。やだ。いや、言えますよ。言えますけど、無知使う、無知。あの、まあ、あんまり、まあ、言ってしまえば、あんまり教育的に良くなるようなゲームばっかして。ああ、そういうこと、ね。そうですね。まあ、だから無知使うんだろ。やってはなくて。無知。全部俺の声。一人前やん。あの、あなたたち。たちって何？あなた様。もうだいぶ食うたで。別にその子が出ました。いや、なんやかんや食うてるよ。後で動画で見返してくれたらいいけども。全部やん。そうしようなあ、おった、あの小学校、うん、残飯症で亡くなった。
たね。待て待てちょっと待て、マモさんも半笑いで。あとはこれでヘスが外れた。ああ。ヘス。ちょっと気をつけてよ。ヘスヘスって。重った重ったこれ何これ、よう食べた。あ、大事なことです。今日のこの晩御飯に付けたことを感謝いたします。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あとね、あ、もう出してよろしいですか。あ、まだです。これ終わってから。わかりました。両手でまだ話してしまった。はい、寝てんの。こういうのにハマってんの。私も常に YouTube です。YouTube が最近ハンターハンター、おアニメ、おあれ好きですね。おぉ、はい、あれな、あれのちょっと分かってるよ。俺本持ってるもん。あー、じゃあハンターハンターのピエロみたいなやつね。ヒソカが大好きです。えヒソカが大好きです。あのヒソカす…怖ない、なんか怖いな。ちょっと気を抜いたところがある。私の好きなタイプなんです。え、危ないって。どうぞ。ちょっと待って綺麗に食べてくれ。もうそのままこう行ったったらいいんですよ。もう終わりやから、終わりやから。もうそう、捨てるから。ひらむらしいやろ。うん。俺はやっぱジン。あ、ジンですか。あ、キルアかな。ジンってどれやろ。お父さん。あ、ごこんのお父さん。ハタハタ見てんのよ。うん、ちょっとあなたうるさいわよ。静かにしよう。ナンバーハンターって言ってもナックルかな。ナックルって、ナックルはね、最後の方に出てくる。あ、じゃあまだ行ってないわ。ホットクリーム、ここあのリーゼント、リーゼントの、リーゼントのザラザラみたいな。ワンパターンやん。ちょいもう見た目だけ。だから悠々白書で言うと、あのあいつはクワバだろ。もう見た目だけ、もう見た目だけ。クールなんやね。いや、クールじゃない、もうリーゼント。面白い系リーゼント。あ、もうリーゼント、リーゼントが好きなんや。もうバカの一つ飛ばし、リーゼント。私はフィエ。うん、俺あれやな、ヒエやった、娘の。うん、ヒエ。ちっちゃいやつな。うん、あれが好きかな。俺は、あれやな。ピースやな。じゃあ、プー太郎。あれ、プースケ。プー。ね、あの、ペンギンみたいな。あー、はい。あれが好き。ハンター×ハンターの、占いのあの女の子の携帯に。知らんの。携帯ストラップみたいなのこう耳についたんだけど。あ、知らん。ピースケなんだ。そう。全然知らなかった。まだまだ甘いな。最近そのハンターハンター。うんうん。いいですね。ああ。仕事から帰ってきての。うん。ハンターハンター、うん、で、ハンターハンター見てからの仕事、うん、この状況です、今。で、あと、うん、の空いた時間はずっと YouTube。 なるほど。続けて。あ、最近そんな感じで。ハンターハンターの前はハンターハンターの前、マクロス、
理解してみた。ああ、言うてたね。うん、あマクロスフロンティアな。うん、すごくよかった。何ちゅう名前だ、あの歌ってる女の子、ピンク色の髪。シェリル・ノームね。シェリル・ノーム、すごくいい声してる。なんて言うんだろう。全部ずれてんねんな、こう、時期。そう、全部ずれてんの。すごいいい声。マジで、うん、ほんまに神様に言われて。あ、大丈夫。ちょっとモノマネしてみたいけど、全然違ったな。俺一緒、コウメ大丈夫かな。実機師匠の人かな。その人がすごくデッピーさんで、うんうん、すごく良かった、ね、なるほど、うん、マクロスも結構面白かったかな、うんうん、そうやね、うん、セブンは知ったんだもんね。あの丸メガネ。うん。うん。あの人かっこいいよね。フロンティア知らない。うん。まあ、俺もセブンの。うん。聞きます。あとクババ。クババ知ってる？うん。このちっちゃいの。ミドミちゃんか違う？ミちゃん、はぁ、帰ってええで。マクロス、ま、周りが結構マクロス見てはずる人が多くて、で俺その時ね、ポクトの剣ばっかり見てて、あー、ポクトの剣は逆に見えへん、あの映画、あ、そう、うん、あ、ちょっと入ってこない、嫌いとかじゃなくて入ってこない。北斗の拳と男塾をこう行ったり来たりしてる。あ、そっち系なんやね。ムキムキ系ね。そう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 、うん、一応は見てた、うん、まあ別に次からやから別にアニメはどこでみんな、うん、あの決めますか、見るのか、あ、これ面白そうやなと思うポイント、うん、まず漫画や、漫画派なんや、漫画コミック派、はい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 、漫画家なんで、その漫画は絵でまず気に入って、うんうん、だから気に入った絵の人は大体こう見続ける。それはストーリー関係ない。ストーリー面白くなかったらもう多分残念に消えていく、うん、でも絵から入る、うん、うん、どうですか、はい、僕はね、もう僕ももともとあの、まあ、単行本、うん、そのジャンプとかじゃなく単行本から行ってて、はいはいはい、で、あ、これなんか面白そうみたいな感じで撮って、うん、それもずっと見続けて、ほんで、まあ、夢がテレビで放送されて、うん、熱中する、うん、そこんな面白そうを何の基準で選んでるか、それを聞いとんの、ほぼほぼ感動、まあ、絵ももちろんそらあるんですけど、ほぼほぼなんか、あ、なんか面白そうかなっていう感じで、あ、ストーリー、そう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 、なんかこう、単行本やったら後ろに書いてあるあの、あらすじを読むとかさ、全く見ないよ、そんな表紙だけ見て面白そう、そう、え、ええじゃん、それええやん、もうパッと取って、あ、もうなんかその、もう買い物かもねみたいな感じで、そうそうそう、変わってるね、変わってるな、変化やな、うん、あの、よく言わないです。アイロ君はアニメ派、うん、まあ、あは、あかな、でもアニメよりかは漫画派、読むの、携帯で見てる、で、漫画もそうやけど、でも小説の方も読むかな、みたいな、へー、文字読めんの、文字読めますで、なんかタイトルとサムネ、うん、そのサムネはあるじゃないですか、うん、とかで、あ、面白そうやなっていうので読んで、うん、面白かったらその作者の、はいはい、他に書いてあるやつとか見て、うん、っていう感じで探す。最近は、ちなみに今は読んでくださった小説の、なんかラムベ系とか、あ、恋愛系とか、はいはいはい、そういうやつかな、あとなんか仕返し、うんうんうん、仕返し、復讐、復讐、うん、
あと異世界とか、ね、そういう系を見ます、ね。私の、漫画、見ないの。アニメ本はちょっと見ないの。え、なんかその幼い時はマーガレットとか。マーガレットは特典ついてたじゃないですか。なんかついて、なんかそのそういうものじゃなくて、フロークみたいな。はい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 。それが欲しくて買ってたみたいな。だから中身は読んでないとかが多かった。それあれやな、ビッグマンチョコのシールだけお菓子をペンって捨てるやつと一緒やね。ほとんど本は読まなかった。あ、そうなんだ、だからもうアニメばっかり。アニメはもう全般見てた。逆だな、俺本読んだな。字読むのが嫌なんです、うん、で、喋ってほしい、うん、あと色ついててほしい、アニメ、あ、カラーの方じゃないと、そうそうそう、ウルカラーって、うん、がいいっていうのが、なんかこう入っていかない、うん、声どんなんなんだろう、想像、あ、それでは無理なんですよね、イメージ、だから逆やん。だいたい本出て漫画やん。うん、アニメやん。うん、だから本知ってる、あ、読んでる本のアニメ、アニメ化された。なんだこの声とか言うのか多い。あとなんか、アニメ化するのかって内容がちょっと。変わってないね。だからもう本の本。あるね、個性的な。僕も最近はあんま考えないもんね、アニメ。もうアニメなの。もう漫画本も買わなくなったっすね。うん、最近見たら何かな。最近何かな。あ、男の花見たあれ最近見た。あれ最近見たの、だいぶ前。うん、まあ、それまでもう一回読み返して、うん、でそれ終わってからまたポンと飛んで悠々白書になって、うん、でまたそこからポンと飛んでまたうるせえやつらになって、うん、でそこからちょいちょいなんかホラー映画挟んで、ホラー映画、そうそう、ホラー映画、昨日たまたま昨日見とったんですけども、酒飲みながら酒飲みながら、うん、あと自分を濡れるね。そうそう、もう自分もうベロベロになって、後半何もない。しかも俺、自分なんか、もう分かりますみたいな、なんか、もう全然ボンボンボンみたいな感じの、みんなも怖い女性が出てきて、うん、後半もベロベロやってるから、何言うのもすっごい分かるんけど。ホラー映画見て、アニメ見てる、まあまあもうバラバラっすね、もう、でも大半はアニメの方が、断然多い。うん。なんか見たことないアニメとか、自分では絶対に見んやろなっていうアニメを、うん、なんかこう教えてもらって見るのが楽しいですね。ああ。うん。って思います、私は。はい。ちょっと箸も止まってるということで、まあ、これ食べきって、これ食べきって、その後デザートなんで、そのデザートの時にね、回したいと思います。はい。では行こう。はい。どうだった？バツバツよね。もう今から売らない？スピードを見たんですよ、私ね。はい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 。あ、見てくださった。うん。我々の。ちょっと一緒にやってみたいなと。ああ、ちょっと私しましょうか。いいんだよ。やりたい。ああ、じゃあ、やりたいな。はいはいはい。どっちがいい？私ほんなら赤で。いいですよ。よろしい？あ、そういえば、
でもこれのルール上ではジョーカーを出したら何でも出すっていうルールはありましたか。ありました。あ、なんジョーカー、はい、じゃあ大丈夫そうですね。はい、ジョーカー、はい、そうですね。あ、じゃあ赤子も入ります。お互いの開くの、そうなんです。これ自分できる、そんなん八王朝できるやん。うん、これ3枚。ほな、これを僕シャッフルしますね。私赤ね。はいはいはい。これで僕ちょっと八百長の仕方がわからないですけど。今日はちょっと手を故障しております。ちょっとおぎこちないですが。第三者か。代わりに切ろうか。あ、大丈夫よ。入れてるからね。もういいかな。はい、では、うん、ね、赤ね。え、出しといていいのね。はい。はい、でも同じカードが場に出た場合、重ね。え？同じカードが、場に出た場合、重ねても、はい。相手のこの山のこうカードを同じ数字の上に同じ数字のいいの、あれ見てたらなんか。うん、うちのとこ良かったですね。じゃあいい。では行きましょう。はい。スピード。よいしょ。無理だった。あら、まあ、でも今日ちょっと故障されてるのと爪がついてる。これができないって。え、ですね。まあ、次 R とする。 R とする。じゃあちょっと分けておきましょうか。はい、じゃあどっちがいいですか。あ、どちらでも考えない。てか怖い、バンバンするから爪当たりそう。怖いんですよ。ジョーカーそっちに入ってましたっけ。入ってない。大丈夫、天の声の敵は僕が取ってあげるよ。怖い。え、なんで重ねてんのそれ。あ、そうだ。何してんの。じゃ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 、新たなゲーム。あ、オッケーオッケー。だ、あんなね、
ね、どうせていうか、天の声の方にジョーカー2枚入ってたなまあ仕方ないし、よいしょ、よっしゃあ、さあ次は、あ、俺と天の声いる？俺天の声の敵取ろうってただけやもん。あ、あなた強いんですか？そんなんやってみな、わからんよ。言ってるルールに慣れてへんからあれやったからめっちゃ不正お前と不正やからこれいや、ちょっと手が滑りすぎるから行きます。はい、ビードこれがエイキーだもんな。どっか行った。どっか行った。それでも容赦がない。容赦ねえ。なんだろうね。バンバンした方が勝ちって音でかかったらええみたいな。なんか そんなあんのかな。なんかね、多分やけど、うん、怖いのバンバンされるのが多分。そこはもう、てんちゃんもあれダンダン攻め降りるのが怖い。怖い。ダンダンバシバシパーって当たるのが怖い。あの、痛くない方がこう、うん、言いたくないなんかそう言い方あるけど。よっしゃ、はい、次誰やい。あ、次バンバン同士。バンバン同士、私らバンバン同士じゃない。どうしよう、違う審判が2人に、ね、さあ、どっちがバンバンするんでしょうね。えどっちがバンバンするんでしょうね。目の前の相手こんなやつを失神しますね。死んだなって思います。我慢して相手を威嚇するものです。威嚇するもの、どう並べていったと思う。あ、でも一方でいいでしょ。あ、そうかんです。不正です。すいません。マイナス3万です。マジで3万円です。 OK です。お疲れ様です。はい。
ラとトーンしとんで、こいつ。あ、俺間違えてんの。大丈夫です。そ、投げんのいいんですか？投げんのいいんでしょうか？どうでしょう？まあ、よろし。よろし。ナイス。もうこの時点でもう負けてますよね。よし。あかん。よし。全然あかん。あーあーと あるかな。そう。ああこれ見返さなあかん。見てみ。絶対に勝てられるとする時って笑みが飛ぶんです。編集頑張りなさい。あー、いいよ。よし。いや、違う。ウォーナシュウォーナシュウ割れた。さあ、頑張って頑張って。でも、これもリベンジ。めっちゃ引っ張りますやん。めっちゃめっちゃ引っ張りますやん。はい、出してていいやんは。スタートですか。はい。スピスピ。あ、これでもいいんだ。今接戦でしたよ。今あのバンバンしてなかった。あのカード投げてなかったんで。あのせいやって言われるの怖かったんでしょうね。違う勝負。違う勝負。ということでスピード。はい。いかがだったでしょうかね。違う勝負。違う勝負。はい。何の勝負ですか。今するんですか。ドラも4人で。優劣を決めようやん。いけますか。はい、あと40分。はい。ということでね、何をするかわからないジョーカーを抜いたということでね。あ、いや、とりあえず抜いてる。あの、誰か得意なやつ。やりたいやつ。ね、僕はもうババ抜き。他何やろ。ババ抜き、大富豪、七並べ。豚の尻尾はええんとかっつうかな。ちょっとテーブル的に無理かな。指を。ちょ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 。ババ抜き。ババ抜きしま
うん、まあ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 。でもババ持った時の戦略はあるけど、あ、まあ運も実力も落ちるってことで。ちょっとね、なんかいる？いや、大丈夫ですよ、そんなに言ったら。あ、落とし、落とし上がり方したな。なんやの、ちょっと言ったらあれやけど、ちょっとめんどくさと思ってくれたら。あかんな、ちょっとそれ良くなかったな。なんでこれ楽やん、これ。マイナスポイント楽やん、楽やん、これ。うわ、やめてほしい、イライラするイライラするな、イライラな。いいやん。自分のところこれでいいの？はい、いいです。はい、ババ抜きね、ババ抜きね、ジョーカー1枚。はい、これ、あれっすよね、そうっすよ。ババ抜きやで。いや、ここは世界共通で。はい、もしかしていいわ、そんなそろわへん。うわ、俺そろわんな、これ持って一緒ぐらいちゃう。あれ、天の声、結構天の声。今のまま。いい感じやね。はい、終わりましたか？終わりました。接触でけえ。いや、もう負けの分かってる。もう分かってます。じゃあ、こう回りでいいですか？はい。取らせていただきます。お、そろわへん。ちょっと、落ちた。いただきます。じゃあ、うわ、そろわんな、俺。マジか、全然そろへん。俺一枚しか触ってないよ。うわ、揃わんな。全然揃わないですね。あれ？マジで？どこに行くの？チラッと見てもたくらいだけど、はい、引かれたやつ、引かれたやつ。あ、いや、今さっきたまたまで。うわ、そろわへんな。何もそろわへん。え、はい、あれ進まんな。結構長いな。僕だな、そろわんな。お、マジで持ってるのか、そもそも欲しいやつ。これ、俺も欲しいやつ。いや、そろわへん。持ってるんか、全然そろわへん。じゃあ、目は見えへんからさ。
何をこう。あ、揃った。もうやっと揃った。あ、今違うんでした。あ、もう大丈夫。お前の命決まるぞ。これね、あの前の動画で R 君とバグミにしてないんだけども一個でおらへんのな、うん、上と下どっちだこれなのも考えたらあかんねん上前と後ろどっちだ前え、なんで前やろえ、ま、前、いや、あんたからにして前かあ、あれで、あ、前こっちやめて、そっち渡すでいやいやいや、あ、相手から見てのあれ言うてくるはい、投げ投げということで、死んでもらいたいなんでだよなんでだよ今、バキュー見れなあかんね、今消えてもらいましょう。いや、ガンガンボワンって言うやめてくれ運も実力もないとだってもう初めにジョーカー持って終わりまでジョーカー持ってなくてでも一周してんねんそうそうそうまあまあ、そういうことだねびっくりしたこれ言うた時に持ってった何がジョーカーいや、持ってない、持ってないです持ってないずっといや、だって、いや、途中から持ってんあ、そっか終わってから、そう終わってから引っ張るで、私が引っ張るねうんそう帰ってきたから、ね、楽しかったね楽しかったまた、次回ね、何かゲームができたらいいなと思いますですねはいたまにはねはるひが勝つようなゲームかわいそうやから。なんかハルヒでも勝てるよみたいなゲームあったらコメントお願いします。ぜひ教えてください。ほんまに頼ますわ。攻略法も何なら伝授してもらってもいいんで僕らそれ見ませんんで。僕もプライドも何も言いません。勝てればそれで。コメントを入れてもらったら僕ら直接は見ないんで。デザートの時間です。はい。あなたは何食べるの？私ね、ハーゲンダッツの抹茶コロミツコロミアイス。もう一人だけハーゲンダッツ。私とピサティワンね。はいはいはい。私ピスタチオ。あ、美味しそう。私梅干し。梅干し？梅干し？いや、絶対違うやろ。ストロベリー。ストロベリー。びっくりした。パンプキンのなんちゃらだこちゃ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 パンプキンやったはずなるほどハロウィンやからねハロウィン、はいはいはい、これもだからハロウィンバージョンあ、そうなんや、ほんまやこれハロウィンバージョンあ、へぇーわ、カットがでは、はい、いただきまーすいただきまーすほいうんピスタチオうまやっぱりママピスタチオ
うん、かぼちゃ、なんだろうな、そうやな、なんか濃い、これ。おお。かぼちゃ色だけでしょ。待って。あ、キャラメル、かぼちゃキャラメル、なんだっけ、うまい、うまい、うん、うん、なんかサクサクするこれ、ジジよ、ジジよ、ピスタチオ入ってる、嘘、ほんま、え、ちょうだい、あかん、ちょっと貸してみ、うん、あ、ほんまやん、へぇ、なんかかぼちゃ入ってんの、マジで怖い、なんか怖い、うん、ピスタチオ、うん、あ、ゴロゴロ入ってる、あ、こんな入ってんの、うん、うん、うまい、美味しい、うん、チョコチップの入ったストロベリーですね、うん、あ、初めて食べましたね、あら、もう初めて食ったこれ、期間限定やな、いや、ハロウィンに31に行くことが、あー、ないの、うん、こんなちょっと行かれへん、これ何なら食べる、うん、俺はこの30円のホームランバーガーやったやん、歳分かる分かる、30円のホームランバー、歳がバレバレ、もうあれが美味しゅうて美味しゅうて、あ、そう、うん、あとあのソーダのな、この2つパケットが多いな、歳分かる分かる、あのダブルソーダあれって綺麗に折れますわ、あれ、うん、絶対なんかどっちか片方になんか多くなるんですね、あの、うん、つなぎ目の、そう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 、性格悪いで、多い方取って、はい、少ない方が悪い、だからそれを考えてるから、そうなの、あー、こっち食べ物になるとね、どうしても汚くなるんだねあのね、その欲望が、欲望が欲望を呼んで、もうええやつなこと、何なんだこれ、うん、食欲の秋やしな、美味しいもん食ってからな、なんかテレビ食うもんね、何しろこの飲んでね、次何するか、うん、考えて、なんか、なんやろな、クッキーも入ってる、あ、ピスタチオだけじゃないの、うん、めっちゃ白い目で見ますよ、恥ずかしいことだ、誤飲するんやそんな年でもないでしょ、飲んでのにな、空気吸ってる思って肺の方にこう食いもんでな、なんかな、楽しいことしたいな、うん、ちょっとな、大食いばっかりだとな、ね、うん、誰かさんが思ったより食わへんから、うん、食いよって言ったら役に立たへん、うん、お前ですすみません、何のためのそのなりや、頑張って晩鐘かな頑張って晩鐘かなちょっとの勇気
ってなんか、なんかどっかのテレビで見たことあるな。だって、あれがもう分かるんだ。餃子。さっき上がるよな、これ。餃子を大食いをした。はいはい。あれね、あれ普段の食うてるあの様子からして、これの食う倍ぐらいは食いそうや。まあまあまあ。ちょっとね、思いのほか、修行に出てもらおうかな。修行。胃袋破れる。だからあの胃の中でメントスコーラやらそうよ。死ぬ。ちょっとこのマーライオン状態。メントスあの一本丸々ぶわー食わして、その後コーラ一気飲みぐわーさして、もうキラキラ。いやでも飲み込んでる時に炭酸はある程度なくなってるから。いやーそれもたまるでしょ、風船のようにこう。だから先にコーラ一飲みさして、でゲップ絶対さしたらあかん、でその後メントスをガーッて飲む。あのすいません、フォアグラ状態です。じゃあそういう食い物の企画じゃない。ロボット壊してこう。あれはね、それは辛いっすね、だいぶ。数枚横に切って。あの彼の自然体なのね、なんかそのキャラクターもあるんで。あの多めに見てあげてください。今回ね、はいはい、私の考えた企画でしたので、はい、次回のとか誰が考える？前回俺。あ、だって餃子もやし、オムライス。うん、オムライス誰のやつ？オムライス誰？オムライスはどれ？うん、餃子もやし。うん、まあまあそう。じゃあさっき。おう、ちょっとあの、あんま来たやつですよ、ね、うん、あの、じゃあ、宣言しましょう、はい、ちょっと、大食いになるけど、はい、次回の、はい、飯は、白米だけで。え？いやいや、結構、辛いで。だけで何？白米、午後、午後、まあ、うん、午後炊いて、うん、仮に具を炊いて、うん、それをチャーッと飯だけでどこまでいけるか。で、ちょっと待って、え、耐久耐久できないやつ限界ない。あー、なるほど。それしかないよ。それが嫌やったら、うん、なんか出して。いやいやいや、通る案を出して。ちょっと2人でみんなでやろうって思うやつを出して。あの今出しました出しました、出しました、2つ出しました。で2人で考えてね。で、でいきなり白米お茶、それが嫌だったら考えてねって。俺いや、どっちにしよう考えな。まあまあまあ、それはいや、あれもちゃんと通るやつを。これ通らないですか。ちょっと絵になるやつを。僕でも一回ちょっとやってみたいのがちょっと一つあって、うん、卵かけ麺、あ、みんなやってるな。あの TKM かなんかいうのが結構ちらほらちょっと YouTube で、あ、ちょっと最近ちょっと見るようになったんですよ。それをちょっとやりたいなって。食えるの？まず、それ踏まえてのちょっと、それで食えへんとかやったら、もう一緒だけあげる。どうするの？それをちょっとまあまああのそのまあ、どんだけ食う？じゃあどういう風に食うのっていう、普通にもうあの茹でた麺があります、卵かけます、当たり前、醤油かけます、当たり前や、食す。
それだったらまだ白米だけの方がいい。頭出す。じゃあ1回頭出せ。そう、分かっとんの。一人前を一人ずつ食うのか、大食いするのかとか、そういう。あ、もちろん大食いですよ。もちろん大食いです。何玉ぐらいご飯ですか？多分いけるのは5玉は絶対いけるんですよ。うん、あのうどんは、うん、5玉でってなるぐらいの。でもそれをちょっと自分のちょっと限界もちょっとあるので、ちょっと限界をちょっとねやっぱり今回なりに突破しないといけないので、うん、7やな。イエス、いや8、7がいい。7がええ。だってあのうどんでペヤング何、うん、うどん、あれ、あれ6玉分ぐらいじゃなかった？あれ6ぐらい、それいけてないの、うん、ちょっと待ってくれ。ご飯好きよ。いや、米は好きよ。米はもう日本の子なので、うん、米は好きなんですけども、米と茶って、米と茶ってちょっと待ってくれ。米でよくあるのが、その米何合っていうのを決めて、はいはいはい、大食いする。はい、で、おのおのが、その白米に合うおかず、あてを用意する。うん、で、食す。っていうのはある。ちょっと待って、今こう綺麗に案出してくれたらね、いいじゃないですか、めっちゃ上から言うやん。これいいんじゃないですか、めっちゃ上から言うやん。ただ、はい、ここに白米食わへん人が、え、嘘やん。え、じゃあすいません、あの日頃の主食なんですか？おかず。あなたは私の日頃見たことあるよね。はい。まあ弁当が出てきました。で、あのちょっと白い物体がこう宙に浮いて、うん、丸々そっち行ってるね。横移動が来るで、おかずのみでもうお腹満足言って終わらしてるやん。基本白ご飯食べない。ああ、私もあんまり食べないですね。あ、頭かな。あのおにぎりとかやったら、あ、そう、俺も丼とか、今日のあんな、はいはいはい、チャーハン、ピラフとか、うん、あ、オムライスとかいうのは、時は食べるけども、はいはいはい、もう、フルで白米ってなると、あ、クワン、うん、こう、クワン。だから漬物とご飯だけとかだと食べれない。あ、そう、クワン。ちなみにその、案を出したアル君は、何？白ご飯弱い。いや、白ご飯大好きや。白ご飯だけでいい。ああ、こっちでほな、二つに分かれるんや。そうだ。マジで二人でやってくれるな。そうやな。あ、じゃあ、分かりました。じゃあ、パンなら。パン、どんなパンかにも。食パン、一斤の食パンを食べよう。どうでしょう。みんなで、はい。あ、一斤をみんなで。そう、みんなで一斤。いや、そんなん、俺、半斤ぐらいフレンチトーストして終わるよ。なんでフレンチトースト食べてまうよ。なんで各自のフレンチトースト各自どんなトーストにするかみたいな。ああ、いいですね。じゃあ次回は各自フレンチトースト作ってみた。じゃあフレンチトースト、忘れろ。フレンチトースト忘れろ。伝行ゲームちゃうねんからな。違うね。なんかみんなおのおの、あのどんなアレンジするか。半斤にしようか。半斤でしょ。じゃあ2斤買うって。そうね、はい、あ、半斤ずつな、うん、ああ、なるほど、わかりました。それでしましょう。1斤でもいいかな。まあ、食べれる分だけで、ね、ちなみに6枚切りとか5枚切りとか。あ、それはもう任せます。1斤、うん、1斤、はい、1斤1本で売ってる。あ、売ってる。どこでも売ってる。基本あのパン買う習慣がないんで、もう袋に入って5枚切り6枚切りって言うのしか知らないです。もう基本その食パン買うことはないんですよ、うん、もう全然。あ、もうそこ行くんであればもう弁当コーナー行ってる。こうなので。ちょっとな、
はい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 、みんなでだからまあどれぐらい食べるかは、うん、おのおの決めてもらって、はいはいはい、食パンどんなアレンジするのか、うん、まあ、2種類ぐらいね1人に対して、はい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 、ちょっとやっていきたいなと。あ、食パンアレンジ、ね、そうしましょう、はい、はい、それでいいですか、はい、はい、よろしくお願いします。じゃああとはハルキの考えるだけやな。そうですね、ということで大食いですよね、はい、え、大食いじゃなくてもいい、じゃなくてもアレンジ、あ、食べ物アレンジ、うん、食べ物アレンジはもうシリーズ化してるからそれは僕の定番だから取らないでうわ、思ってた、また考えておいてもらう、はいはい、閉めてもらって、はい、この動画が何やなと思う方はそんなトーン改まって言おうかなと思って、この動画が面白いなと思う方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。さよなら。